はい、三つ寺公園にやってきました。まあ、こちらはね、ボート乗り場があるんですけど、まあ、4月から10月の土曜、日曜、祝日だけですね。あ、こちらはね、まあ、池とかね、まあ、沼とかそういう名前でなくてね、まあ、堤っていうんですかね、三寺堤。いや、広々としてますね。なるほど。まあ、昨日もね、かなりの雨が降ったんで、まあ、量もね、まあ、増えてんじゃないですかね。向こうの方に遊具広場あるのかな？歩っていくの大変だから車に戻ってまた向こうへ行こうかな。はい、こちらがね、まあ、三浦公園の、まあ、遊具広場かな。あ、ぴょんぴょん生えてますね。ああいった感じになるんだね。いやー、ここは広い、まあ、公園ですね。まあ、ちょうどね、まあ、池ね、まあ、三寺堤とね、ここの緑地、この中間にはね、ソフトボールができそうな、まあ、グラウンドがありますね。ちょっとここで一休みしましょうか。はい、こちらね、まあ、休息器具、背伸ばしベンチ。あ、腹筋ベンチなんだね。まあ、あとは、ああ、ストレッチ器具ね。はははは。ジャンピングポール。一番下がね、2メートルでね、まあ10センチずつ高くなってるんだそうです。
パラレルハンガー。じゃあ前屈台やってみましょうか。はい、それではね、まあ、大人用前屈台、まあ、50歳なんで、まあ、このぐらいまで手がいけば、前屈台、まあ、膝が曲がっちゃうね。やーべ。ダメだ。膝が曲がってやっとつくみたいな感じで。恐ろしい。それではご視聴ありがとうございました。